ジーナ・ハスペルはアメリカ合衆国の政治家、第25代中央情報局長官を務めた。1985年に CIA に入局した。キャリアの大半を秘密工作部門で過ごし、CIA 副長官に就任するまでの公的記録は存在しない。元 CIA 長官のマイケル・ヘイデンは2017年に出した声明で、 ハスペル氏は CIA 及び国家が求めたあらゆる職務に対し高い品格とプロ意識、誠実さを持って対応してきたと述べている。2018年5月17日にアメリカ合衆国上院はジーナ・ハスペルの CIA 長官就任を賛成54、反対45の賛成多数で承認した。5月21日に宣誓を行い、正式に CIA 長官に就任した。 CIA 創設以来史上初の女性長官となった。は、ブラックサイトとして知られる、タイの秘密収容所の運営を任されていた。アルカイダの幹部として拘束したアブズベーダ容疑者に、対し、1ヶ月に83回の水攻めや、睡眠の遮断などが行われ、ハスペルは拷問の映像が映った数十本のビデオテープの破棄を命じたと報じられている。ABC CIA 長官候補ハスペル氏、過去の尋問手法に懸念も、ウォールストリートジャーナル、httpjpwsj.com、アーティクルズ。 s b 1千三百3 2 4巻8096号9288条4693兆5414回458系4100兆2814億8942万 8444CIA に初の女性長官枚上院ハスペル氏を承認朝日新聞デジタル CIA に 初の女性長官米上院が承認。日本経済新聞。2019年3月12日へ閲覧。インク、産経デジタル。女性初の CIA 長官誕生へ。米上院が、人事承認。産経フォト。2019年3月12日へ閲覧。インク、産経デジタル。トランプ政権。女性初の CIA 長官に、ジーナ・ハスペル氏が就任。 産 k ニュース。2019年3月12日閲覧。米 CIA に、初の女性長官、ハスペル氏が、就任先生。www.afpbb.com。2019年3月12日閲覧。次期 CIA 長官氏名のハスペル氏、拷問関与疑惑を問題視される可能性。 ブルームバーグ、https コロンスラッシュスラッシュ www. ブルームバーグ .co.jp スラッシュニューススラッシュアーティクルズスラッシュ2018-03-19スラッシュピーコ n p ー GSSYF01W01 ありがとうございます。